霜降り明星の当て見投げ、深海魚に会いに行く。あら、はい、まあまあまあ、どうなんや、ゴキゴキ、どうなんや、あ、あれ、思わずカメラマンが喋んなよ喋ってんだ鈴木翔太くんです。あら、可愛らしいです。可愛いですね。夏休み返上で全部書いてくれたんや。違う違う、それじゃ、違う違う、段ボールに魚のやつが書いたりしたんや。うん、違う違う、なんかなんか俺たち今日沼津のみ